この度は今朝弾道ミサイルを発射してしまい、皆様にご迷惑ご心配をおかけして大変申し訳ございませんでした。今月に入って、もうミサイルを5発ほど発射させていただいているのですが、やはり韓国、アメリカに対してのやっぱり牽制をしていかないといけないということ、そして、新たなミサイルを開発していかないといけないということもあり、今月に入り、もう5発も発射をさせていただいております。ただし、日本の皆様には、日本海に、ミサイルが落ちてしまうということで、大変な、ご迷惑、ご心配をおかけして本当に申し訳ございません。一応入るとしましては、排他的、経済水域の外に、落ちるような形で、今回の方は発射させていただきました。ただし、海に住んでいるお魚さんだったりとか、生き物のね、犠牲というのも、おそらく少なからずあったと思いますので、そちらに関しては謝罪させていただきます。皆様本当にご心配をおかけして申し訳ございませんでした。